ビオトル・ニコラエビチ・クラスノフ1947年1月17日は、ロシアの軍人。ロシア革命に続いて起こったロシア内戦で白軍の司令官を務めた。1888年クラスノフは、パブロフスク士官学校を卒業し、アタマン連隊に入隊した。第一次世界大戦中には、第3期兵軍団のコサック旅団、師団を指揮した。 10月革命が開始されると、臨時政府を率いるアレクサンドル・ケレンスキーはクラスの府を陸軍の総司令官に任命し、サンクトペテルブルクの騒乱を沈めるために、前線から兵を率いて帰還するように命じた。しかしクラスの府の部隊は、赤英軍に敗れ自身も捕虜となる。ボリシェビキは反革命運動に参加しない条件で、クラスの府を解放したが、 直にドン川流域一帯へ逃亡し、1918年5月にドンコサックの頭に指名される。ドイツ帝国からの支援を受けて、軍の組織化を図って、同年6月までにドン地域からのボリシェィキを一掃することに成功する。1918年後半にはさらにポボリのザリーツインなどへ軍を進めたが、ここで赤軍に押し戻されて戦線が到着。 ドイツが急戦を受諾すると、クラスの府は新たな同盟者を探す必要に迫られ、1919年1月には、アントオンデニー近指導下の南ロシア軍に参加する。同年2月19日、白軍内での対立を嫌い白軍を離脱、ドイツに赴いて反ソビエト活動を継続し、反共産主義組織を設立した。この頃、回装力を表しそれは、 ロシア内戦を知る上で貴重な資料となっている。第二次世界大戦勃発に伴い、クラスのフはナチスに協力して亡命者と戦争捕虜から、コサック部隊を組織。しかしアンドレイ・ウラソフらのロシア解放軍とは距離を置き、1944年11月に、プラハで、ウラソフとクラスの府が会談した際にもコサック部隊のロシア、解放軍への統合を拒否した。 戦争が終結すると、クラスの府はオーストリアで英軍に投降。その際、英軍のデイビス少佐からソビエトへは引き渡さないと確約されていたが、5月28日にソビエト側へと連行。軍事法廷で公式刑を宣告され、共にコサック部隊を指揮したアンドレイシクロと共に処刑された。プラトンクラスの府はピョートルの兄で、 ロシアの詩人がアレクサンドル・ブロークのおばの夫として知られている。セミオンクラスの夫はクラスの夫の鳩であり、1942年以降ともに戦っていた。セミオンの息子であるミゲルクラスの夫はチリの軍人となり、アウグスト・ピノチェトとともに1973年のチリクーデターに参加した。彼はその後の人道に対する罪について2001年に逮捕され、チリ及び フランスの法廷から総計100年近い定期の判決を受け2012年現在服役中である。http:/www.10.pl